ではこれより警戒レベルに応じた実施内容についての知事会見を始めます。大田野知事からコメントをお願いします。はい、本日新たに21名の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されました。これにより沖縄県における感染者は231名、今月に入ってからの感染者は89名となっております。また米軍基地内の新規感染者数は本日3名で計239名となっております。沖縄県の警戒レベルを判断する7つの指標のうち、7月27日の時点で入院患者数62人、病床利用率 53.4%、 直近1週間の新規感染者数57人については第3段階のレベルに達しておりますが、重症病床利用率 1.7%、 入院1週間以内の重症化率 2.6% については第1段階、感染経路不明な症例の割合 35.1% と新規 PCR 検査の陽性率 2.3% は第2段階の範囲にとどまっております。7月に入ってからの感染者について居住地別で見ますと、那覇市が 45%、 沖縄市、うるま市、宜野湾市を含む中部保健所管内が 35% となっており、これらの地域での発生が約8割を占めていますが、北部、宮古、八重山では認められていないことから、県全体の流行ではなく地域的な流行が始まっていると考えられ、中南部については市中感染が懸念される状況であります。また30代以下が全体の6割以上と若い世代に感染が広がっているほか、重症者は2名にとどまり、無症状や軽症者が多いという特徴などが見られます。県としましては、接待を伴う飲食店など夜の繁華街や感染リスクの高い高齢者施設などに重点を置いた対策に集中的に取り組んでまいります。以上の状況より総合的に勘案して、現在の県全体としての警戒レベルは第2段階にあるものと考えております。県としましては、このような感染状況を踏まえ、昨日の専門家会議や関係団体、関係市町村等からの意見も伺いながら、現在の警戒レベルに応じた対策の実施内容を対策本部会議にて、個別に決定しましたので、資料に沿って、資料はないんだな説明をいたします。まず資料はまとめておりますので、はい、この後配布する予定になっておりますので、よろしくお願いします。時間がなくて集文が間に合っておりませんので、後ほど、お配りいたしますが、その概要について私から発表いたします。外出自粛に関しては、引き続き新しい生活様式に即した感染予防策の徹底をお願いします。その上で、感染が拡大している地域からの来訪者との長時間の会食等については慎重な判断と感染予防の徹底をお願いします。全国的に接待を伴う飲食店など夜の繁華街における感染の広がりが懸念されている中、本県でも那覇市の松山地区ではクラスターが疑われる感染が目立つようになってきていることから、お出かけの際には慎重な判断をお願いいたします。出かけられる場合は、感染対策ガイドラインを遵守した運営をしている店舗であることをぜひご確認ください。また若年層への感染および家族内での感染が増えてきており、若年層から高齢者等への感染する事例も発生していることから、家庭内であっても感染が起こらないよう予防策の徹底をお願いいたします。県内離島への渡航自粛に関しては、関係市町村の意向を踏まえ検討してまいりたいと思います。今その件については市町村と確認中であります。県境をまたぐ渡航については、首都圏や関西圏を中心に感染が拡大している状況を踏まえる必要があります。感染が拡大している地域との往来は健康管理に十分留意をし、各地域の感染状況も確認の上、クラスターが発生している場所や地域、3密の恐れがある施設へ行くことなどを避けると慎重に判断していただきたいと思います。特に東京都への不要不急な往来は、より慎重な判断をお願いいたします。観光で来県される皆様には、新しい旅のエチケットの実践と沖縄ツアースタイルウィズコロナへの協力を求めてまいります。休業要請については、現段階では実施しないこととしております。ただし県では、事業者の皆様に感染拡大防止ガイドラインの徹底に取り組んでもらうことを目的に、
感染防止対策に自ら取り組む事業者に対して感染防止徹底宣言ステッカー括弧仮称を発行し、店舗店頭等で提示していくことで県民や来訪者が安心して利用できる施設であることを周知する新たな取り組みの実施に向け調整を行っており、整い次第早急に進めてまいります。イベントの開催については7月24日に開催規模要件の緩和時期の延期を決定したところです。イベントを主催する民間事業者に対しても国の指針や県策定のガイドラインも参考にしながら感染予防策を徹底した上でイベント等を実施するよう求めてまいります。学校については全県一斉の臨時休業は行わず、感染者が発生した学校を原則5日間程度の臨時休業とし、引き続き感染症対策を徹底した上で教育活動を継続いたします。ただし感染が確認されている地域においては感染状況を勘案して分散登校の実施を検討いたします。市町村教育委員会に対しては県立学校の対応を参考に地域の実情に応じた対応を求めてまいります。医療提供体制については病床確保計画に基づき医療機関において200床の病床数を確保するとともに、軽症者用の宿泊療養施設については8月1日に那覇市内に60床の運用開始を予定しています。その後も中部地域などでの開設に向け現在調整を行っているところです。医療施策については医療コーディネートチームの常駐体制を復活し、病床の調整を円滑に実施してまいります。また北部地区、浦添地区で運営中の検体採取センターに加え、8月上旬には中部地区で検体採取センターの運営を始めてまいります。またクラスターの発生が疑われる地域や集団等における集中検査の実施を引き続き検討してまいります。それから、各種施設についてですが、休業閉館はせずに一部入場制限するなどの感染対策を講じながら事業を継続することとしており、美ら海水族館や首里城公園も含まれます。なお、指定管理の、県の、公園等に関しては現在指定管理者と、その開園閉園については、休業については調整を行っているところです。離島空港港湾については関係団体と調整の上施設の運営について検討してまいります。以上が第2段階における取り組みの実施内容となっておりますが、ここで改めて私から皆様にお伝えしたいこと、お願いしたことがございます。県内の救急医療機関では発熱等の症状がある県民の受診が増加し、その対応に苦慮しております。感染症を予防するためにも息苦しさ、強いだるさ、高熱などの症状がある方はまずは事前にコールセンターに相談の上、医療機関の受診等の案内を受けていただきたいと思います。コールセンターは 098-866-2129 となっております。県内の感染状況は予断を許さない状況です。専門家会議では第3段階の警戒が必要との意見もあり、県としましても引き続き医療体制の拡充や検査体制の強化などの取り組みを進めてまいります。今回発表した対策の実施内容については引き続き感染状況の調査分析を進めるとともに、専門家会議等の意見を伺いながら適宜見直しを図りたいと考えております。感染状況に応じた効果的な対策を講じることにより感染拡大防止を図るとともに、県民生活への影響を最小限にとどめるため全庁的に取り組んでまいります。また米軍基地関係からの感染拡大も危惧されております。米軍基地内の感染者は本日の3人を加え239人となっています。クラスターが発生している普天間飛行場やキャンプハンセンについては基本的に封鎖状態、ロックダウンであるとの報告を受けておりますが、車の出入りなどが見受けられます。再度米軍に対して両基地の運用状況について確認するとともに、感染対策として米軍が実施する健康保護警戒レベルの徹底、 PCR 検査の詳しい実施状況や行動履歴等の速やかな情報提供、さらに基地の外に住む米軍人軍属等への感染防止対策などを求めてまいりたいと思います。結びになりますが、県民の皆様、事業者の皆様におかれましては、また自粛ムードと感じられる方も多いと思いますが、ぜひ新しい生活様式の実践や事業所ごとのガイドラインの遵守にご協力をお願いいたします。加えて接触確認アプリココアや沖縄県公式 LINE アカウントのご利用もお願いいたします。
この状況を乗り越えるためには皆さんお一人お一人の協力努力が必要です。ありがとうございます。ご協力に感謝いたします。どうぞみんなで一緒に頑張ってまいりましょう。なお当然のことですが、この状況に伴う、偏見や差別的な取り扱いはなさらずに、お互いにチームぐくるで思い合って協力して取り組んでいきましょう。ユタサルグとウニゲーサビラ、よろしくお願いいたします。以上です。では管理者の方からの質問を受けしたいと思います。建材会社の琉球新報からです。質疑をされております。本日具体的な補足が発表されましたが、金曜日にも日曜日にも対策本部会議を開かれて今日決定となったと思います。金曜日の段階で NHK さんから質問で早めの警戒呼びかけがいいのではないかということに関して、市は当時医療状況が逼迫してないという判断で見送っておられました。それが急速にこの4連休で感染者が急増しています。今日は21名ということで初めて20人も突破しています。この段階での知事のご判断、タイミングとして良かったのかどうか、ご自身でどう考えたということを教えてください。はい、私は常に、専門家会議の先生方の意見や関係、関連団体、旅行、中小企業、それから通り会やさまざまな方々の意見を各部局において常にその意見調整をさせていただき、その報告をいただいておりました。ですからその都度の判断については私は的確であったと思っておりますし、今日発表した内容に関しても、現下の県内における状況、那覇や中南部でのクラスターの発生はあるものの、全県的な状況に広がっているものではないという専門家会議からの意見等も踏まえた今日の判断についても適切なものであるというように考えています。ご自身が今日から上京されて、明日仮想対策方法の要請もされると思います。今知事慎重な判断をということで東京の名前を挙げられましたが、今回の状況については適切という考えでしょうか。はい、過疎対策法の改正が、その対応が急務になっておりますので、今回は、県からは私一人ですが、過疎協議会の役員の方々と一緒に、関係業務に対して、この、タイミングで要請をしておくことは非常に重要であろうという認識であります。では県外管理者の丸井慎吾さん、お願いします。お疲れ様です。毎日新聞の上司です。知事も述べられておりましたけれども、感染拡大防止と県民生活の影響を最小限に留めるために対策を取らないといけないんですけれども、今回の休業要請は実施しない、全ての投稿、現金をまたぐ投稿についても慎重な判断とかですね、夜の繁華街についても慎重な判断ということで、あまり強い、制限をかけるというよりかは、その方の慎重な判断に任せるという形になりましたけど、今回、20人を超えて、感染広がっている中で、このような判断をした理由についてお伺いします。先ほども申し上げましたが、この感染拡大については、県内でポツポツと他の地域も見られますが、主に那覇や、それから、中部保健所管内ということ、それから家族間での、関連の感染であるということなども、しっかり捉えておりますので、私としては、そういうその感染が広がる状況をしっかりと捉えて、そこを、検査をしていく、あるいは、那覇市や保健所などとも協力をしながら対策を取っていくということが、緊急的な対応には、よろしいのではないかと思います。それから全県的に広がらないように、県民の皆さん、事業者の皆さんも一生懸命感染拡大防止に頑張っておりますし、各業界団体もガイドラインの徹底順守を強く呼びかけていくという、また皆さんの努力もしっかり行っていくということでもありますので、そういう努力などもしっかりお願いをしながら一緒にこの感染拡大防止に取り組んでいくべきだというように考えています。渡航自粛とか慎重判断のところですけれども、やっぱり観光産業への影響を考えると強い要請というのはなかなか難しいんでしょうか。県内経済全体が非常に大きな打撃を受けておりますので、その打撃を受けている県内経済の状況をいかにして、回復
機長に乗せていけるかどうかということも考えながら、県民の安全安心を第一に生活を送っていただくということ、それをやはり一緒に考えていかないといけないだろうなというように思っています。では、すみません、お時間となりますので、本日の会見を終了いたします。はい、あとお願いします。幹事長、ちょっと2問ずつやったので、他の記者にもお願いします。すいません、とっても日程が詰まっているので、一問にしていただければありがたいです。今日は基幹病院の、北部基幹病院の協議会も開催されますので、その前にもう一件、ちょっと寄らないといけないところがあるものですが、大変申し訳ありません。で、その夜、また上京いたしますので、すいませんが、よろしくお願いします。率直にお伺いしたいんですけども、復興自粛要請も求めず、営業自粛の要請も求めないということで、じゃあ、県民からすると、なぜ警戒レベル2に上がったのかっていうのがわからないんですけども、それはどういうことになるんですか。まあ、レベルが上がったのは、その新規患者の発生率、その病床率などについては、間違いなくそういう状況にあるという、我々は警戒感を持っていますので、その段階にありますよということは、しっかり発出しておく必要があると思うんですね。ただ、その感染の状況は、那覇地区であるとか、中部保健所管内であるとか、ある程度、そのクラスターが発生しているという状況も捉えられていますので、そこを集中的にやっぱり検査を進めていったり、取り組みを進めていくということについて、我々がその感染拡大を抑えていくということをしっかり取っていく段階というか、そういうことが得策だろうというように判断した次第です。すみません、これで本日の会見を終了。大変申し訳ありません。よろしくお願いします。ありがとうございました。